ほらー、席つけー、演奏始めるぞー。お前スマホしまえー。お前ら11時開始って言っただろー。トイレに行ってました。バカ野郎、もう11時だぞ。お菓子食べてました。ほら、席つけー。何それ。先生、タヌキくんがなんか食べてます。お前さ、休み時間の間に済ませとけよ。すいません。決して中学校なんだからお菓子食えるわけねえだろ。当たり前だぞ。ゴミが。おい、だね。各自周りのゴミ10個拾うまで帰っちゃいけねえから。やばい。やりだ。10個。これゴミ生成してた。はい。はい。はい。いいですか？はい。ゴミを揃いにせず。もったくよ。すいません。はい、というわけで今回はですね。はい。皆さんに学力テストを解いてもらいます。わー、マジかー。なれるの？楽しみ。テストだよ。やばいわ、正直。この企画はですね、前回生放送をね、はい、我々、はい、最近始めたんですけれども、はいはいはい、そこで視聴者さんが、はい、提案してくれた企画で、はい、すごいやりやすくて面白そうだなって企画があったので、はい、採用させていただきました。はい、まあ、簡単に話すと、はい、今から皆さんには、はい、中学高レベルの5科目のテストを解いてもらいます。はい、おお。中学レベルだからね。俺らも大人よね。それはもうね、マッキーが許されない。そうだよ。これ舐められるよ、あの視聴者から。俺もできないんですか。絶対にマウント取られる。絶対に取られるからね。かかってこいや。まあそれで、はい、テスト解いて100点満点なんですけど、はい、こういうね、お金の渡し方はね、まあ、本来学生には良くないんですけれども、はいはいはい、まあ皆さん大人なので、そうですね、まあいい、まあいいかなということで、はい、取れた点数かける100円。おお。実際それさ、中学であったらさ、めっちゃやる気上がるよ。めっちゃやる気上がるけどね。まあ例えば100点取れたら、はい、まあ、1万円です。すごい。うん、そうなんだな。うん、おー。で、1点しか取れなかったら100円です。なるほど、なるほどね。うん、まあそれで皆さんテストを解く、はい、採点する、はい、点数返ってくる、はい、そのかける100円の値段で、はい、料理をしてほしいんですけど、はい、なるほど。まあせっかく、まあ、料理するなら、はい、テーマあった方が、はい、もう分かりやすいかなって思って、はい、今回は皆さんに学生が勉強を頑張れるキャンプ飯。はい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 、はい、いいね、いいね、うん、なるほどね。いいテーマ、いいテーマ。そうっていうテーマで、はいはいはい、まあ、料理を作るためにテストを解いて高得点を目指してください。はい、わ、はいはい、かりました。どっち視点なんだろうね。学生視点なのか学生を見守る親視点なのかどっちも大事ってことだよ。両方の気持ち味わえるからね。そう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 。あー、オッケーオッケーオッケー。俺何ですか、二問正解とかあったら塩結びとかちゃんと手で握ってね。まあ、塩むすび結構うまいんだけどね。あー、なでしこさんが選択肢1から6まで作ってます。ずるではないが、最後やるぞこれ。いやこれ問題見て絶望すると思うけど、選択問題全然ねえよ。全然話が違うな。話が違うよ。塩むすび決定。塩むすび決定。じゃあ今からね、はい、回答用紙と問題用紙配るので、はい、初めてまで見ちゃダメだからね。了解です。先生夜中までやってたからね。夜中3時まで作ってたから。お疲れ様です。回答用紙ね。あ、これ書いてるし、はい、あ、これでまず予想するんだよね。おお、カンニング禁止だからな。そうだよ。あ、そう。じゃあもうこう分かれようか、もう、うん、真ん中、左、右。はい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 。じゃあ一応テストの時間は、はい、中学校の想定なので、はい、50分かな、はいはい、そんな短かったもっとやりたいのもっとやりたいだったら全然1時間とかでもいいけど。じゃあ行きますよ、はい、テスト開始。ピンコンカンコン。あ、本名書いちゃった。バカか、バカか。あぶねえ。セーフ、これ喋っていいですか。いや、ダメですね。あー、鉛筆置け。まずい、まずい、まずい。あー、鉛筆置け。まずい。おー、ペンと。すいません。鉛筆置け。はい。何書いてんの。書いてんの。なんでもないです。いや、マジ昨日ノーベンだったからマジでやってたな。これはやばいよ。ノーベンだったからプログラム立てると待ってんじゃなきゃいけないって。はい、じゃあ先生からのね、はい、採点してくるから、お願いします。ちょっと待ってて。はい、どうだった。一番自信が。予想、予想、予想なんて。予想はでも
65とかよ。おお。さすがにさ、分かる問題いっぱいあるやん。うん。あ、もうちょっとで70とか。70?多分42 42じゃん。我々70ぐらいが安牌なんだよな。リアルに俺65ぐらいな気がすんだよな。これどうしよう、ペントの方が引っかかったらちょっと笑います。俺の方が引っかかったらもうやっぱ本当に入れ替わりよ。俺を次のテストがあるまで俺のことをバカと知ってもらって構わない。はい、お待たせ。はい、はい、採点終わりました。おめでとうございます。平均点出しときますか。ちょっと待って、きた3人の平均点でしょ。これやばいな。今回平均点ね。はい。61点。いやー、低っ。61? え、待って、我々もいや、え、待って、大丈夫20点取った。いや、僕の想定通り平均点60点やばい。あー、ちょっと待って、あれ80とか無理かもしれない。無理か。じゃあ一番最初に返してほしい人。一番真ん中俺なんじゃないかな。確かに。じゃあペントさんからいきます。気がする。はい、まあ、一旦ペント、一旦無理な気がする。70いってろ。ペントさんの点数70点です。ギリギリセーフ。あれってことはねー、あれたぬきなんか回答欄ずれたんちゃう。たぬきくん行こうか。にたぬきくんの点数やばい、これマジ負けた。88点。さすが。よっしゃー、強いな。待って、数学ミスったの。数学ミスった。数学たぬきくん代入し忘れてるでしょそれ。あ、やったわ。最後、じゃあなでしこ。はい。まあでも思ってよりいいんじゃない。うん、27点。赤点やないかい。あるやないかい。お前60はいってるみたいなこと言ったのに。全然あるやないかい。平均の半分は赤点だな。30点以下はやばすぎるな。むずいよ、だってこれ。じゃあ一個ずつちょっと答え見ていこうか。はい。まあ漢字はね、まあいいんですけど。いや契約、そう、たぬき契約がバグってるでしょ。契約、なんで今だったら全然わかる。これや、これ契約、え、なんかケツケ。いや、バグってる。じゃあ対義語をね、うん、対義語、まあ縮小、客観、抽象は結構かけてましたね。抽象の中の字ど忘れして死んだ。でさ、柱になってました。そうたぬき君はそこ全問正解だったよね、確か。全問正解でした。うん、特殊そっちか。そう。俺49で使っちゃった特殊。一般の反対下道っておもろい。やばすぎ。一般人の反対が下道って。まあ間違いないかもしれない。次数学、まあ1問目は計算問題なので、はいはい、マイナス6、マイナス144。これはみんなできた。当てたね。当てた。はい、次が。その後間違えたか俺。A イコールマイナス2、B イコール3の時、次の式を求めようっていう感じで、これは代入して検出するので、悲しいよ。そのたぬき君はね、1問目は代入してたのに、うん、2問目代入し忘れちゃって、これ90いってたってことでしょ。そうだね、悲しい。悲しいやつだね。あら、もったいないことしたね。もったいないね。できた？ああ、もう全部バツ。あれしか、あれしか数学は基本的にバツだったら、2x-4ay プラス x-2y は、まあ何かでまとめればいいんですね。うん、はい、うん、一番解きやすいのは X と Y でまとめて 2A プラス1をね持ってこれるので、うんうんうん、それをまた因数分解して X マイナス 2Y かっこ 2A プラス1みたいななります。2way それ確かに何しかも何だろうって思ったんだけど、あ、これか、次ですね。はい、次の問いに答えようということで、これは結構ちょっと難しめかなって感じでしたね。うん、これはまあ難かった。特に18番目、そうだね、18番目、解き方が一瞬で分かればね、うん、結構簡単なんだけど、そう、無理だったわ。まあ17が x 次乗プラス 6x プラス b イコール0の解の一つが x イコール4の時、 b の値ともう一つの解を求めようは、まあ、とりあえず x イコール4を代入して求めれば b イコールマイナス40が先に出てきますね。はいはいはい。そしたら今度はその b イコールマイナス40を代入して解いていくと x イコールマイナス10が出てくると。最後ここご了したんだよね。X かっこ X プラス6イコール40だけずっと見て、多分マイナスだと思って、ずっとこれどうやったら40になるかって頭の中でやり続けてたどり着いた。パワープレイした。ここパワープレイだな。はい、では18番。はい、18番解き方はめっちゃ簡単なね、気づけばあるんですけど、何 X イコール2プラスルート5じゃないですか。うん、これはつまり、2をねこっちに持ってくるんですね。行こう。はい、そしたら X マイナス2イコール
ルート5になるわけです。ああ、そうやってやるのも確かにあるな、はい、これは x-2 の事乗が5ってことになるので、はいはいはい、ちょっと展開して x2 乗マイナス、なるほど、4x プラス4イコール5にすると、はい、これまた移行すると x2 乗マイナス4x マイナス1イコール0になるので、あ、なるほどね、a イコールマイナス4イコールマイナス1、はいはいはい、こっちの方が絶対いいな、はい、どうなんでしょうか。何にもわからないんですよ。何喋ってるんだろうぐらいの感覚。社会いきます。社会は打つかぞ。そうね、社会はちょっとたぬきくんもあんま取れてない。ペンさんが結構社会、私社会一応あれだね、漢字以外は全問正解。そうですね、漢字以外は。マジ、はい、来た来た、捨て、あのちゃんとあのペン取りに行った。2点捨てて。19番、710年奈良盆地の北部に作られた都は。あれしか当たってたね、俺の当たってた。え、何間違えたの。いや、当たってる。残念。残念だったな。なんだよ。納豆粘れば。納豆粘れば平城京。これ、鉛筆コロコロの。鉛筆コロコロ平城京。やりよったな、お主。次結構難しかったから。あれは分からんて、漢字を諦めた。24番は結構難しい問題。三国干渉によって日本が清に返還したのはどこか。えっ、どこですか。リアンポン半島。正解。わかんの。これは覚えてる。これも覚えてるよ。なんかわかんない。俺が分岐だったかもしれない。間違えたの。いや、わからない。まったく。なんで。清水。静岡県答えてる。まあ、それあの。あるいは、まるちゃん、まるちゃん。続いて、富岡製糸場は何県にあるか。え、これ何。三人と間違えてる。三人と間違えてる。あれ、これ山梨じゃなかったっけ。え、栃木じゃないの。え、静岡じゃないの。ただ、群馬です。群馬か。3人きれいに間違えたよこれ。続いて、学問のすすめを書いたのは誰か。あ、漢字で書いてミスったなこれ。しかも名前しか書いてないじゃん。え、ゆきちだよね。そう、ゆきち。福沢っていう漢字が分かんなくて。いやね、ゆきちも間違えてる。次、理科。理科はたぬきくん全問正解でしたね。全問正解だ。強いわ。29番、はい、植物の細胞の中にある緑の粒なんというか。これは葉緑体。うわ、惜しかった。私緑黄体。欲しいね。確かに。野菜なの。結構欲しいなって思った。君、緑黄色野菜のやつ。次、地震そのものの規模を表す指標なんというか。これ何しか当たってたよね。本当だ。まあ、もう一応正解。その次、ペンと負けたぞ。何。にバカな。二酸化炭素の答えは何というか。なるべく言ってやれ。今聞いても分かんないわこれ。ドライアイス。ドライアイス、そっか。ドライアイスは二酸化炭素でできてるからなんですよ。そうで、ドライアイスが溶けると気化して、あの水分じゃないから気化するんですよ。はい、あの勉強させていただきます。続いて、地表付近と上空ではどちらの気圧が低いか。これ恥ずかしいですよ。これ恥ずかしいね。上空だよ。気圧が高いと潰れるみたいなイメージがあって。はいはいはい。あれじゃ、上の方がペット、あのポテチ膨らむわ。行かれてるわ俺。行かれてるわ。続いて34番、エネルギーの単位を答えよ。これタネ君から教わったんだけど、うん、一応なんか国際なんちゃらが定めてるのはジュールだ。ジュールか。そう、カロリー。忘れてたわ、ジュールの存在。最後、英語。英語は結構簡単な問題目にしました。うん、そうね。はい、なでしこもなんか勉強してた成果出せるかなって思って。そう、そうなんよ。出てる。うん、うん、41番、なでしこできてなかったね。うん、なんか足んなくね、まずなでしこ。うん、1個だけ。2個使ってないか。2個使ってない。 S 使うのか。そうそう、そのポイントなの。 CAN をつける場合は S 使うっていうポイント。そうそう、やったわ。やったんか。それやってんだ。やったわ。42番は CAN you me play the guitar。 これ成果出たね。逆にするこれは危なかった。ギリギリまでずっとこれはいらない、これはいらない、これはいらないってずっとやってた。最後が We cannot have lunch at 12。 これはなんかね、キャンノットとアンドが引っ掛けってことだよね。うん、そうですね。テーブル2が出てきたらまたあれやったかもしれないけど、うん、このキャンノットがさ、キャンノットじゃなくて新しいその英語の、キャロットみたいな、キャロットみたいなのかな、みたいな。そういうことね。なんだこの英語はと思ってた。キャンノットだ。キャンの否定はやってなかったのか。キャンとで覚えてたかもね。空白を入れてくれたので分かったんよこれ。いや、これは一つないよ。そう、そうなの。キャロット。人参ランチ。続いて44番。はい。これはなでしこ負けだかんね。それ、日
本語として正しくないからテストだったらボツになるよ、うん、行くんよ私来週北海道に行くんよ。舐めてる、はいはいはい、テスト舐めてるね。ここら辺も飽きてきたでしょ俺先生によっちゃ罰にされるからね。あるよ、行くんよ。続いて45番、これはまあ難しくはないと思うんですけど、関係代名詞ですね。そうですね、はいはいはい、関係代名詞。 The boy、 その男の子、それは私が先週会った男の子。押されるのよ、補足情報なんよ。そう、私が昨日会った男の子。私の子、男の子、来年サッカーチームに入る。私の子、男の子、来年サッカーチームに入る。親になっとるやん。そう、分かんなかった。書き換わってる、46番、これたぬきくん完璧な回答でしたね。はい、うん、お茶もう一杯いかがですかこれ、はい、でワールドって単語なかったな。宇宙ウッドだね。あなたは世界のコップとティートッチ世界のコップとティートッチ世界のコップどっち選ぶ。はい、そんな感じでした。よし、いやというわけで、はい、ペドさんが7000円、やった。たぬきくんが8800円、よっしゃ、ナラチコが2900円。あ、でもいいじゃん、まあ、そうね、まあいいよね、うん、よかった、結構長くなっちゃったんですけど、はい、今からね、皆さん勉強で疲れたと思うので、はい、自分がね、こう癒す意味も込めて、はい、学生が勉強頑張るメニュー、はい、はい、作ってください。問題はそこだよここからだ、もうこっから私、イージーよ。おかえりなさい。おかえりなさい。やってきたよ。買い物しながらちゃんと復習もしてたからね。いやちょっと疲れたね。疲れましたよね。疲れた、疲れた、そうね、結構エネルギー使いますから、はい、ご飯食べて復活させましょう。はい、はい、じゃあ順番に作っていきます。はい、ペドさんかな、ペドさん返却順でいきますか。はい、まず一番平均だった私が行かせていただきます。はい、テストの成績も平均、料理も平均なんだろうな。一応取りに行く。平均のペントと平均ね、平均みたいな。まずは勉強頑張ったあなたにこれです。ヤクルト、ね、頑張ってるから、サヌボーもナデボーもね、嬉しいよね。確かにヤクルト久々に飲むな。飲んでいただいて大丈夫なんで、いただきます。勉強お疲れ様。ああ、うん、うまいよなヤクルトって、うん、あ、生きてる。ご飯よ。あ、ママ。弁当ママが。あんたたち。はい。ママ。勉強お疲れ様。今回私が作るのはこちらですね。お腹になってますね。砂糖のご飯まず5パック。はい。結構ボリューミーですね。ボリューミー。学生は食べるからな。そうなのよ。食べるからね。全部ぶちまけたっていいですよ。似合ってるね、エプロン。ね、そうなんですよ。ありがとうございます。これ塚田さんのエプロンなんですけど、前エプロン作ればあの、ピーって書いてある、いいエプロン作ろう、ハート、ピーにハートみたいな、何だな。いいじゃん、エプロン生成計画。今回は、まさか寿司図ってことは、ってことは、ペンさん、はい、またですか。またですか。まずは酢飯を生成します。はいはいはい、ペナさん酢飯作りがちじゃないですか。俺ね、好きなのよね。富岡製糸場は、あ、それは群馬やろ。おお、ちゃんと覚えてきたね。うん、間違えるとちゃんと覚えるのよ。そう、確かに。テストがね、本当に大事、大事、うん、その復習。そう、この問題は中学生の問題から取ったの。うん、中学校の、はいはいはい、なんかネットにあった問題を、まあちょうどいいかなぐらいのやつを。なるほどね、うん、たまにちょっと変えたところとかもあるけど、この洗濯問題とかは僕が作りましたね。うんうん、すごいわ。刺身、おこれ並べていきますと、はいはい、え、いいじゃん、彩りが出て。じゃあこいつも開けてください。完成です。あ、すごい豪華。これをだいぶ豪華。みんなで食べよう。やった、やった。それではどうぞ、はい、いただきます。やがれ。これもうまいだからね。そうなのよ、確定。確定だからね、うん、あー、これだわ。来た、勉強頑張ったかやった。これ出してくれるってなったら、うん、頑張るわ。うん、確かにテスト頑張ったからご褒美海鮮丼、はいはいはい、いただきます。うんまっ、うまい。あ、これ幸せは、うん、なんぼでも頑張れます。うん、熱で釣るのが一番いいな。なんぼあってもいいですからね。頑張ってもいいじゃん。ママ的にもだいぶ楽だよね。そりゃある、うん、そうなんだよ、海鮮系は。ウィミーやん。何しこ、子供の時もなんか楽しみだった美味しく好きな料理とかあったの。なかったかもしれない。そうか。悲しいな。なんか、なんかないの、なんか終わった、会話終了。ママからまだ
まだあります。まさか。ママもういらないもういらないよ。ママ張り切っちゃった日じゃん。ママ、ね、張り切りすぎた。受験といえば、はい、ドーン、ヒットカット。おー、いいね。これ受験シーズンに売れ上がるから、これ確かに確かに。ああ、さて、家でゲームでもするか。待て、いい、まだあるのよ私、はい、新ルール思いつきました。何ですか先生。料理も点数にしてテストの点数と合計で大事だ。やった、食べましょう。よっしゃ、やばい、これは私勝つぞ、私はリアル。自分以外の2人が持ち点30で、はいはいはい、僕が40で、はい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 、採点して100点満点で決めましょう。なるほどね。ありがとう。なるほど、なるほどね。できましたか。はい、うん、じゃあ、たぬきくんお願いします。25点。25点。23点。23点。34点。高いぞ、結構。フェイトさん、料理の合計、はい、82点です。よし、料理は平均超えてきたぞ、大幅に。合計が152点です。強い。はいはい、ありがとうございます。皆さん、シンプルに美味しいですからね。確かに、うまさの暴力使ったところは、正直、はい、そう、まあ5点分は、まあ、うまさの暴力を使ったということですからね。それはあるじゃあ次の方、はい、はい、私から軽めで頼むよ。重いものやったら減点するよ。おひどいな、それ。誰しか100点取っても勝てんやん。そうなんよ。はい、じゃあね、皆さん、はい、お勉強お疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱりね、勉強すると頭疲れちゃうよね。はい、疲れた。そんな君たちに、はい、ヒピター。あれ、テーマ料理じゃなかったっけ。ついに料理の回で料理以外のもの買ってきた。ご飯食べるときもさ、頭がポッポしてたら美味しくならないのよ。ああ、なるほど。これがご飯を美味しくするための大事な部分。はい、先生、先生もよかったら。先生、ヒゲピちゃん苦手なんだよ。減点対象。今回私は、はい、これから勉強を頑張るぞっていう人に向けての料理になります。お疲れ様とか言っときながら。オロナミン C。 わー、いい。ごめん、金額的に1個しか買えなかった。なぁ、ヒエピタ買ってるからじゃないか。どうしてもヒエピタ欲しかったんだ。気持ちいい、これ。これ、子供怒っちゃうよ。これは怒るね。いただきます。ちょっと飲み会、強い酒飲まされた時みたいな。頑張る皆さんのために今回はカツ丼を作ります。その卓はやっぱあったよな。一人はいると思ってたよ。絶対もう頑張る人のための料理といえば絶対カツ丼なのよ。そうだそうだ、そう、いや、そう、カツ、カツ丼ちょっといいね。うん、ちょっといい。俺あんまり言ってない、カツ丼っていう食べ物があの得意よりも不得意よりなんだよね。ちょっと、初調理食べられるんだけど、うん、あのカツ屋とかにあんま行かないんだよね。カツ丼を食べる文化がなかった。ああ、そうなんですね。カツと、とんかつ、そう、とんかつとキャベツ、はいはいはい、でご飯は食べるんだけど、うん、カツ丼にされると、はい、なんか丼に しないでってなっちゃうんだよね。まあ、分けた方がいいみたいな。そう、だから全然いいですよ。でも丼でもいいんだけど、食べられるけど、はいはいはい、得意なジャンルじゃないんだよ。こうやって作るんだ。俺自分でカツも作ったことないから。確かに、うん、でも一人暮らししてると作るんだよね、うん、まあまあまあ、そうね。そしたら、はい、油を適量入れます。おい、どれぐらいやればいいの。まあ、こんがりきつね色とかじゃない。作ったことあんの。ある。怪しい。なんかすごいしっかり料理してる感じするよ。 ね珍しいよね、私がこれ。これは、うん、ね、美味しいの出来上がったら高評価グッドボタン。確かに。うん、やった。YouTube か。YouTube。高評価グッドボタン、コメントもよろしくね。あ、まあいいか。ああ。忘れ物した。忘れ物？うん。もう一品っていうか、ここに添えるやつ忘れてた。どこにどこやこの中に入れるものを一個忘れたの。アスパラー。おいカツ丼でアスパラは聞いたことなかったわ。いや、明日も頑張ろうねって意味で、明日もカツ丼。明日もパラダイスみたいな。アスパラね。まずい、またなでしこのテンションが。まずい。まずい。じゃあ、ほいなら、この待ってる間ね、ちょっと、はい、あのみんなにね、勉強頑張って、やっぱりね、糖分欲しいと思う。いや、もう、糖分いらねえよ。じゃあ、糖分ね。
ゼロだとかリセットしていきたい。いったね、あれは全部忘れよう。悪かった、確かに糖分使ったのは。そうそうそう、糖分が欲しいという。確かに今回、エンジェルパイ過去マシュマロバージョンを買ってきました。マシュマロか、そう、やっぱね、甘いもの欲しいんですよ。はいはいはい、いただきます。はい、どうぞ。まあ美味しいよね。美味しい、美味しい、美味しい。うん、まあでもこれは20分ぐらい休憩するとき、勉強の合間に。はい、これは、うん、で、あの、やっぱこまめに糖分取りたいでしょ。まだまだある。まだそういう時はヨーグレット。あ、いいね。この勉強中にこう片手でね、パチッと食べながらこう勉強ができますよっていうヨーグレット。ヨーグレット好きだったわ。そうそうそう、あ、あげるよ。つかさの反応、絶対これ苦手なのか。僕はお菓子の中でエンゼルパイ一番苦手。そう、そう思ったんですよ。で、まあ糖分苦手だったりとか、うん、甘いもの食べ過ぎてさ、うん、今度なんか逆に弁当なんか、あの勉強なんかもうしんどーみたいな、うん、眠くなってるよ、もう。はい、自分で自分の首絞めちゃって。なるほどね。糖分の取り過ぎで苦しいってなる、うん、とならないように、ね、うん、肩上げます。このサイズはいいね。そう、うん、小分けにね、こう食べたい時に食べながら勉強できますよっていう。結構オロナミン C 買えそうだったけどね。ガキンチョのも冷えピタで遊んじゃってるから。まあまあ早くしないと。もうおでこから落ちちゃったんだよね。あ、そうだ、じゃあ両サイドに貼ったら18みたいになる。僕は3って言おうとしたら、物決めろ。そっちか。はい、じゃあ食べるよ。どうぞ。うまい、おいしい。うん、好きになった。うまい、おいしいわ。はい、私は以上となります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。え、美味しかった、マジで。よかった、ごちそうさまでした。では採点しますか。はい、うん、私の点数は、はい、25点。え、一緒だ。お、俺も。え、25、25、25。あ、あ、つかさも25ってこと。あ、違います、違う。あ、ごめんごめんごめん、タミ君さっきペンドさんと一緒だ。一緒だっけ。うん、間違えたけど、まあいいや。私も、はい、25点。おー、美味しかったんだよね、うん、あの、感動した。うん、やった。私は30点。はい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 、下がったな。アスパラ、アスパラ多かったんじゃね。アスパラ多かったのとエンゼルパイ。それだー。エンゼルパイマイナスが、ピンポイントでエンゼルパイ当てたから。ナルシコさん合計が、はい、料理が80点です。わー、やったー、高得点だ。あるじゃん、やったやった。で、はい、2つ合わせて、はい、109点です。やっと100点いったんか。100点かな。その最後タヌキとの決戦になるからね。もうなんかなくていいんじゃないの、僕の。あれが半分戦に喪失してる。8800円分も。そうなんですよ。買っちゃったのよ。うん、さて、じゃあ、はい、みんなにはまず元気を出してもらいたい。あれ一緒なんだよな、考えることは。でもね、ラインナップ違うんですよ。あ、あ、あ、ナイス。お、金があるから。さすが。うわ、でかい。こいつ高いぞ。金があるから。いや、レッドブルは高級なんよ。オラナミンシーとの差で、オラナミンシー1に対してレッドブル4。どうぞどうぞどうぞ。やったー、ありがとう。これテンション上がる。これから頑張るぞ的な意味で乾杯できますね。できるできるできる。覚醒しよう、覚醒しよう。これこれ不思議な味ですよね、これ、うん、そう、うん、依存性高いんだよな、この、うん、さてね、はい、まあ、僕が作るもの、はい、それはね、みんな大好き、はい、ハヤシライス。あ、いいね。おお、最初カレーにしようと思ったのよ。はい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 。カツカレーにしようと思ったのよ。あ、危ねえ。やるやついるだろうなーって予想がついたのよ。はいはいはい。まあ、ハヤシライスなんで、生やしていくっていう。生やし立てるのね。生やし立てる。で、もう大盤振る舞いですよ。美味しそうな肉全部買ってきたのよ。あー、高級。高級だ。美味しそうな肉全部買ってきたよ。そうなるよね。なる、ちょっとなるぞってこう。こいつらを全部投入していく。いいね。すごい。高級だね。ね。タヌちゃん的には作り方が書いてあるのはすごいプラスらしい。そう。なるほどね。これ分かりやすいからね。これ親切だね。具材は油で炒め、水を加える。なるほど。オッケー。じゃあ具材は玉ねぎ。お。じゃがいも。はいはい。マッシュルーム。おお。ハヤシライスっぽいね。でしょ。うん。多めに買っちゃった。え、これちょっといいハヤシライスじゃない？バレた？あ、え、なんかさ、高級？これなんと、はい、あの、はい、スターシェフ、はい、オリビエ・オドス監修です。オリビエ・オドス？オリビエ、あの？
あ、オリビエ脅す脅すオリビエ脅すオリビエ脅すオリビエ脅す脅されて作ったからじゃあオリビエ脅されるオリビエ脅すのモノマネ芸人オリビエ脅されるでね、はい、今回どうせみんな飯使ってくるだろうなって思ったから、はい、ご飯じゃないんですよ。まさか、なんでなんがいいかっていうと、はい、なんでなんでですか。なんは、はい、ナンバーのなん、数字を取ろう、点数を取ろう。そういうことね。今思いついた。本来のなんの意味だと思ってた。違います。よし、はい、じゃあみんな合わせてつけて食べよう。よっしゃ、うん、肉いっぱいのせとけ。よっしゃ、いただきます。いただきます。うまっ。うん、あ、おいしいな。おいしい。うん、いや、ちょっと待って。はい、いや、これまだ6000円ぐらいなのよ。なんで、なんで。あと28 28って一人ラーメンいっぱい食える。もうここからはちょっともう ある種消化試合のところはあるんですが、はいはいはい、甘いもんでなんとかしようかなっていう半直なみんなが考えてることと同じこと。それしかなくなる。まあこういうプチシュー、プチエクレア、プリン、うわめっちゃある、フルーツ缶、あフルーツ缶、あそう、これをね、まあお皿に盛り付けて、はいはいはい、召し上がれってやろうと思ったんですよ。はい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 。まあでもせっかく買ってきたからね、うん、盛り付けだけ盛り付けるか。 OK、うん、勉強してたのが、当の昔のように感じられるんだけど。これ4時間ぐらい前ですからね。やば、終わりましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ、ペルさんとナデシコ、はい、タネキさんの点数を、あ、はい、はい、どうぞどうぞ。じゃあ、わしから26点。おお、そこい、これが良かった。ちょろいぜちょろいぜ。24点。おお、あのね、普通に肉うまかった、うん、肉うまかったでしょ。肉うまかったけど、あのエクレアがあのフルーツでちょっと下ビチャビチャにされたのでちょっと限定。確かに確かに、なちょっとどかしてるよ。35点。おー、高い高い。ハヤシライス美味しかった。よし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 、ね、ライスじゃなかった、ハヤシナン。ハヤシナン美味しかった。ハヤシナンさんですが、美味しかった。ハヤシナンの時点ではもう39ぐらいありました。ハヤシナンはそこからちょっと限定、ちょっと限定ですね。タヌキくんの料理、はい、なんと85点。強い強い。え、勝ちじゃん。勝った、勝ったじゃん。よかった。どうでもよくなっちゃって。どうでもよくなっちゃって。タヌキくんが173点優勝です。強い。シンプルにテスト強かった。ね、テスト良かったね。ストーと呼んでくれ。料理は気になったんだけど、ストーと呼んでくれ。なでしこさんはテストが赤点だったので、はい、祭祀があります。祭祀です。やだー、めちゃくちゃ祭祀験があります。まさか新しい問題、新しい問題作ります。やだー。え、てかちなみにさ、赤点って何点から赤点なの。大体30やね。場所にこことかやったら40とか50あるかもしれない、うん、え、ちょっと言ってあれば赤点に免れられたってこと。そう、30にしようか。うん、まあ一般的には30だと思うな。え、さ、え、本当にあるの。これ絶対あるよ、この流れ。マジ？さすがに赤点はね。え、だって司くん大変じゃん、問題作るの。いや、これは結構楽です。ここで大変って言われた。僕楽しんで作ってました。ここ楽しんで楽しんで作っていただいたんですけど、あいつやっぱブラックなんよ。ブラックなんよ。楽しんでやっていただいてね。残念だったな。じゃあ登場してあげるよ、パリッチ先生。ペット先生、ペット先生も来るよ。